視察船の復旧費はおよそ235億円とみられていて、そのうち JR 九州、国、県の負担分などを除いた沿線の12市町村の負担額を県は6億4000万円ほどと算出しています。関係者によりますと、先月12日、県は6億4000万円のうち人吉市が5割、八代市が3割を負担する枠組みを提案したということです。また県は年間の維持費について、市町村の負担をおよそ1億2000万円と試算していて、その負担割合についても人吉市5割、八代市3割の案を提案しているということです。